仙台市の先月の消費者物価指数は生鮮食品を除く総合でこれまでで最も高くなりました総務省が発表した仙台市の先月の消費者物価指数は天候の影響を受けやすい生鮮食品を除く総合が2020年を基準とした100に対し111.0となり去年の同じ月を2.2%上回りました 去年の同じ月を超えるのは3年4か月連続で比較できる1970年以降で最も高くなりましたこのうち生鮮食品を除く食料は去年の同じ月を3.8%上回る121.2で菓子類が5.6%飲料が3.9%それぞれ去年の同じ月より高くなりました